ミンマイナス14ナイキハーキュリーズ発射機場のミンマイナス14ナイキハーキュリーズミンマイナス14ナイキハーキュリーズは固形燃料をロケットモーターにより推進する地対空ミサイルであり地対地ミサイルとして使用することもできた。高高旅及び中高度防空のためにアメリカ合衆国及びナトー軍により用いられた。当初の正式名は サム N-25 で、後に M6 に解消した。ナイキエージャックスミサイルに続くナイキハーキュリーズシステムは、敵の爆撃機と敵の爆撃機変態を破壊するだけで、なく、弾道弾迎撃ミサイルシステムとしても使用することも、視野に入れて冷戦機に開発された。ナイキミサイル計画として、ナイキハーキュリーズは、大陸間弾道ミサイル迎撃用に発展した。 ナイキゼウス、スパルタンが開発された。これは第一次戦略兵器制限交渉の一部において弾道弾迎撃ミサイル制限条約が締結されるに至った。1953年より開発が開始され、1958年より配備が開始された。ウェスタンエレクトリック。 ベル研究所及びダグラスエアクラフトがシステムの主要な契約者であった。アメリカ陸軍に加えシステムは1963年から配備が始まった西ドイツを皮切りにオランダ、ベルギー及びギリシャに1980年代後期まで輸出された。またナイキハーキュリーズミサイルシステムは日本の航空自衛隊にもナイキ J として輸出されその後 ナイキ J には初期の真空管による電子装置をトランジスタ化されたものと交換することによって内蔵誘導装置の改善が施された。145個のミサイル中隊が冷戦機に配備されたがアメリカ本土防衛にとって最大の脅威が爆撃機でなく弾道ミサイルであることが明らかになった時大部分のナイキハーキュリーズ部隊は解散した。 すべてのアメリカ合衆国本土のナイキ・ハーキュリーズ中隊はフロリダ州とアラスカ州のものを除いて1974年4月までに解散した。残りの部隊は1979年の春のうちに解散した。フロリダのサイトであるエバーグレーズ国立公園のアルファ中隊、キーラー後のブラボー中隊、キャロル市のチャーリー中隊とマイアミ郊外の クロウメ通りにあったデルタ中隊の解体は1979年6月に始まりその年の初秋までに完了したアメリカ陸軍は民 -104 パトリオットミサイル部隊が配備される1983年までヨーロッパの最前線の防空兵器としてナイキハーキュリーズを運用し続けた西ドイツ、オランダ、ベルギー、ギリシャびトルコからの部隊は 1980年代、後期まで高高土防空のために、ナイキハーキュリーズを運用し続けたが、東ヨーロッパの共産主義国の崩壊により部隊は、解散した。パトリオットミサイルは、高高旅及び中高度防空任務で、ナイキハーキュリーズと交代した。パトリオットが、ナイキハーキュリーズシステムに勝るその利点は、その機動性であった。 ナイキ・ハーキュリーズ発射サイトが確立するのには何日もかかるが、パトリオット発射サイトは数時間で確立することができる。パトリオットはまた、より先進のフェイズドアレイレーダーシステムを使用し、ミサイル目標に対してより良好な追跡を実現していた。ナイキ・ハーキュリーズの発射サイトナイキサイトはごく少数が保存されたが、アメリカ国内及び国外に、 多くのナイキサイト跡がまだ存在する。サンフランシスコのゴールデンゲート海峡の北にある一つは、作戦用地かミサイルシェルターを完備する国立公園サイトとして維持されている。ナイキハーキュリーズは W31 核弾頭または通常の T-45 破片効果弾頭を搭載することができた。ミサイルは全長41フィート6イン。 翼腹6フィートにインであった。ミサイルは約77ミの射程を持っていた。一段目はナイキエージャックスのブースターを4本束ねたものであり、二段目の安定翼も大型化された。誘導方式は地上レーダー情報を用いた無線指令誘導方式である。ナイキハーキュリーズとナイキエージャックスはソビエト連邦の S-75 中距離ミサイルに 相当したが、少数しか戦闘において発射されなかった。ソビエトのミサイルは、アメリカの航空機に対して、ベトナム戦争中に相当数使用された。それらのミサイルは高々か,か旅または、手頃な高度で飛行している、航空機に対して、非常に効果的で、有効最低高度のもとを飛行するか、強力で洗練された ECM ポッド。 または専用の電子戦機を使うかといった骨の折れる戦術を用いなければならなかった。1959年6月19日、沖縄の米軍ナハサイトに配備されていたナイキのミサイルが誤射事故を起こし沖合に着水。死者1名、負傷者6名。当時はミサイル誤射のみが発表されたが、2017年 NHK スペシャル沖縄都核で、 五車ミサイルが核弾頭搭載の核ミサイルであったこと、復帰前の沖縄に1300発の核兵器が配備、貯蔵されていたことなどが明らかにされた。航空自衛隊浜松基地展示品日本の航空自衛隊では、ソビエト連邦の高高度戦略爆撃機の脅威から防衛するために第三次防衛力整備計画において導入が開始された。 死対空ミサイルの採用にあたっては、陸上自衛隊が、対空砲火の延長である、航空自衛隊が、無人戦闘機であるとして、激しい縄張り争いが展開された。結果、ナイキ J を航空自衛隊が、ホークを陸上自衛隊が採用するという、玉虫色の決着がなされた。なお、先だって陸上自衛隊が採用していた、ナイキ A ジャックスは、後に、 航空自衛隊に移管され、ナイキはこれを更新するものとなった。基本的に原型のミン -14 と同じだが、弾頭には 510kg の高性能作薬のみ、搭載可能な地対空誘導弾ナイキ J として導入されていた。一部部品を優勝援助により調達し、1967年から三菱重工業によってライセンス生産されていた。 1970年から部隊配備が開始され、最終的に6個公社軍に配備された。沖縄県の第5公社軍の所在地は、アメリカ陸軍のサムサイトを移管されたものである。1994年まで運用されており、後継のペトリオットミサイルに順次更新された。導入に際しては、核兵器の搭載が可能という点が、 マスメディア等によって強調されたため、革新政党と市民団体による反対運動が展開され、裁判により導入の是非が争われた韓国が、ナイキ・ハーキュリーズをアメリカに無断で分解し、リバースエンジニアリングによって国産化した地対空ミサイル。出展、デジグネーション、システムズ、ネットハット NHK、NHK スペシャル、スクープドキュメント沖縄と書くから、 NHK オンデマンド。NHK オンデマンド。2020年2月14日閲覧。沖縄と核の歴史、戦後の知られざる、真実アメリカ。東洋経済オンライン。2020年2月14日閲覧。第058回国会予算委員会第8号、昭和43年3月27日議事録、三菱重工遠隔パーシュ、アンドレアス、民マイナス14。 ディレクトリオブ・ US ミリタリー・ロケッツ・ミサイルズ・デジグネーション・システムズ・ネット2007年7月31日閲覧 EN ・ニケ・ヘラクレス・ミサイル2007年7月18日2時57分ありがとうございます